フランクリンはアメリカ海軍の航空母艦、SX 級航空母艦としては8番目に収益した。その名を持つ艦としては5隻目。艦名はベンジャミン・フランクリンにちなんで命名された前の4隻を引き継いだ。ビッグベンの愛称で呼ばれたフランクリンは第二次世界大戦で何度も損傷を受けながらも戦い抜いた艦の一つである。特に 1945年3月の九州沖航空戦において日本機の爆撃により大破しながらも沈没を免れアメリカ本国に帰還したエピソードはゲイリー・クーパーが主演した1949年の映画機動舞台を受けるとともに迷彩塗装を左限のみ変更している1944年5月の完営1944年6月末 フランクリンは小笠原諸島攻略部隊に配属される。同部隊はマリアナ諸島攻略部隊の支援部隊であった。7月4日に伊王島、七島、母島に対する攻撃が始められ、フランクリンの関西域は対地攻撃を行い、港に停泊する大型輸送艦を撃沈3隻の小型船舶を破壊した。7月6日にフランクリンは、 グアムとロタ島に対する攻撃を行う。第一人攻撃部隊の安全な上陸を可能とするために21日まで直接攻撃を継続した。サイパンで2日間の補給を受け、第58機動部隊と行動を共にし、パラオへの偵察写真撮影と航空攻撃を行う。フランクリンの艦載機は25日と26日に作戦活動を行い、 敵機及び地上建造物、船舶への打撃を与えた。7月28日には部隊を離れ、サイパンへ向かい、58.1空母機動部隊に配置転換される。8月4日には再び、小笠原諸島に対して攻撃を行う。フランクリンの艦載機は父島、弟島の無線所、水上機基地、応急滑走路、船舶に対して攻撃を行った。 8月9日から28日までエニウェトクで休養した後、フランクリンはエンタープライズ、ベローウッド及びサンジャシントと共に出発。8月31日から9月2日まで、フランクリンは多くの対地攻撃、2隻の貨物船を撃沈、敵機を多数撃墜し、写真調査も行った。9月4日、フランクリンはサイパンで補給を受け、ヤャップ島攻略を行う。 第38.1任務軍の一部として出港した。15日にはペリリュートを攻略のために航空支援を行い、同部隊は9月21日から25日までマヌス島で補給を受けた。フランクリンは第38.4任務軍の機関としてパラオ海域へ戻り、連日偵察機と夜間戦闘機を飛行させる。10月9日。 デーテ島攻略のための空母部隊と合流する。1944年10月30日、ベローウッドと共に特攻機の突入を受ける10月13日の早朝、台湾への航空攻撃を実施していた際、機動部隊は4機の爆撃機による攻撃を受けた。フランクリンは2発の魚雷を過労うじて回避したが、敵機のうち1機は体当たりを試みた。敵機は、 フランクリンの後部デッキに衝突し、環境と飛行看板を横切り戦隊右縁の海上に落下した。プロペラでデッキの数箇所が削られ、一部の対空火器は一時的に使用不能となったが、損害は軽微だった。14日の午前、フランクリンの艦載機は、アパリ、ルソンへの攻撃を行う。レーテ島攻略に先立って敵の抵抗を一掃するためであった。 15日にマニラ地域の敵飛行場への航空攻撃を実施していた際、フランクリンは日本海軍機3機による攻撃を受け、そのうち1機はサイドエレベーター付近に爆弾を命中させた。3名が死亡し22名が負傷、3機の飛行機が損傷を受けた。格納庫内でガソリン火災が起きたがすぐに消火された。フランクリンは作戦行動を継続し、 10月19日には、マニラ湾で敵艦を多数撃沈、カンドックと11機の航空機も破壊した。レーテ島上陸作戦初期の10月20日に、フランクリンの艦載機は、周囲の臨時滑走路を攻撃し、敵部隊の探索を行った。10月24日の午前における、渋谷海の戦いでは、栗田武雄中将を率いる、第一遊撃部隊に対し攻撃部隊を発進。 ルソン南方で、戦艦武蔵及び、駆逐艦若葉の撃沈に貢献、戦艦不走及び、山城島にも攻撃を加えた。10月30日には、レーテ島に上陸した米軍に対する支援作戦任務に従事したが、サマール島東側海域にて、ルソン島の海軍航空基地から出撃した、神風特別攻撃隊の複数の特攻機の攻撃を受け、 一機の爆走冷戦が飛行甲板に突入した。衝撃と爆発が広範囲の構造上の損傷を引き起こし、格納庫に大規模の火災を発生させた。しかしちょうど格納庫に爆弾や魚雷が置いておらず誘爆が発生しなかったことも幸いし、適切な消火活動により2時間半で沈下に成功した。なお、別の爆走冷戦一機は軽空母。 ベローウッドに体当たりして、銅管を損傷させた。フランクリンは中波し、中しアメリカ本土での修理が必要となった。まず、応急修理のためベローウッドと共に、ウルシーハクチへ帰還し、11月28日に、ピュージェットサウンド海軍交渉へ向かった。その間の11月7日に、レスリー・エイチ・ゲイレス艦長が、シューメーカー艦長と交代した。 このようにフランクリンは20日足らずの間に3度損傷し、特に10月30日の被害はこれまで米海軍の艦が被った損害のうち最も深刻なものであった。ピュージェットサウンド海軍交渉で修理と対空火器の増設等の回収を受け、フランクリンは1945年1月26日に活動を再開した。訓練演習の後2月2日にブレマートンを出港。 沖縄上陸支援のための日本本土攻略部隊58.2任務軍に加わる。3月15日に同部隊に合流し任務軍の帰還となる。3日後の3月18日に九州南部、鹿児島と出水に対する攻撃を始めた。この日、鹿野屋基地に司令部を置いていた第五航空艦隊はその指揮下にある各航空隊を投入し全力で 第58任務部隊に対する迎撃を開始する。九州沖航空船2日目の1945年3月19日の夜明け前、フランクリンは両艦と共に多数の艦上機を乗せて神戸港攻撃に向け前進し、高知県の海岸から50マイルの距離にまで接近していた。朝の6時57分、フランクリンは第二次攻撃隊の出撃準備を開始した。 その直後の7時8分頃、突如、日本機1機が雲を抜けて空で接近し、観光火爆撃で2発の鉄鋼爆弾を投下した。被害分析によれば、投下された爆弾は2 5 0ラムだったとされる。この日本機については、陸上爆撃機、銀河と推定されているが、環状爆撃機、水星33型とする資料もある。もし、銀河だとすれば、 第5航空艦隊指揮下の第762海軍航空隊所属機、彗星だとすれば、同じく第5航空艦隊指揮下の第701海軍航空隊所属機であったと推測される。この機の接近については、7時5分に、両艦・ハンコックが、正体不明の総発機の目撃情報として、第58任務部隊に報告を上げ、フランクリンにも直接放送して、 注意喚起していた。それにもかかわらず被弾を許してしまった経緯について、ヨークタウンに登場していたジョン・ジグラー氏は次のような証言を残している。フランクリンの上院は、この木を遊軍機と勘違いして、接近を許してしまい、ヨークタウンが無線で木の国籍を確認するようフランクリンに要請したものの、フランクリンは相変わらず遊軍機と信じて疑わず、 そうしているうちに爆弾が落ち合音がこだましたということである。炎上するフランクリンこの日本機は爆弾を投下した直後、フランクリンの対空砲火、または上空紹介の F6 回ヘルキャット戦闘機によって撃墜され、空中で爆発、飛散して破片をフランクリンの甲板上に撒き散らした。しかし命中させた爆弾二発はいずれも大被害をもたらすこととなった。 一発は飛行艦板中央部を貫通し、格納庫床の第一艦板に貼られた装甲に跳ね返った直後に爆発したが、この爆発で第一艦板の装甲板には8フィート12フィートの穴が開き、爆弾の破片は第一艦板下の主砲などを破壊し、第二艦板まで達して箱を生じさせた。全部エレベーターが30センチメートルほど持ち上がり、 格納庫の2から3層で火災が発生、戦闘指令書及び飛行指令書にもダメージを与えた。もう一発は、飛行艦板後部を貫通して、第2層を突き破り、格納庫内の航空機に当たって爆発した。格納中の5機の F4U コルセアを炎上させ、搭載していた、地上攻撃用のティニーティムロケットが誘爆し、さらに第1艦板に3箇所の穴を開けた。そのうちの一つは、 航空機場で爆発した爆弾の威力とも相まって、第2と第3看板をも貫通し、居住区を破壊して、最深部の第4看板に箱を生じさせている。さらに、飛行看板上には、爆弾やロケット弾、機銃弾や燃料を満載した多数の艦上機が並んで、出撃待機していたため、看板上でも次々と誘爆を引き起こした。軽重洋艦、サンタフェが、 消火、救助にあたる、同じくサンタフェから撮影フランクリンは右舷に傾斜し、完備が沈下した。無線通信が不能となり、火災によって高熱が発生し、艦首を除く上部構造物は全損に近い損害を受けた。乗組員の多くが攻撃及びその後の火災で死傷したが、数百名の士官と兵員は艦を救おうと必死の作業を行った。 724名が死亡し265名が負傷したが、生存者たちの献身的な作業がなければこの数はもっと増加していたと考えられる。従軍神父のジョセフ・ティー・オ・ハラハン大佐は消火、救助作業を指揮し、誘爆の危険があった弾薬を処理した。この功績で後に名誉勲章を受章している。また、ドナルド・エゲイリー隊員は300名が閉じ込められた。 コンパートメントを発見し、出口から彼らを救うための作業を繰り返した。続いて、ゲイリー単位は格納庫デッキで消火作業を行い、艦の出力を上げるために、第3ボイラー室に入って危険な作業に勇敢に立ち向かった。さらに12時54分頃、1機の水星33型と見られる日本機1機が出現して右舷から攻撃を試みたが、 投下された爆弾はフランクリンから少し離れた海面に落下して炸裂した。艦自体に被害はなかったものの衝撃でフランクリンの傾斜はさらに進み、右弦13度に達した。機関としての機能も麻痺していたため、第58.2任務軍の指揮官、ラルフ・デビソン少将及びオブザーバーとして乗り込んでいたジェラルド・ボーガン少将は、環境から吊り下げ型救命部位で駆逐艦、 ミラーに異常した。艦を離れる際、ゲーレス艦長に対し、艦の放棄も含めた決断を委ねた。しかしデッキの下にまだ多数の人員が残っていたこと、航海長らよりまだ放棄すべきではないと、進言があったこともあり、消火、救助活動を続行して本国へ開港することが決まった。フランクリンの被害は、今までの海戦で沈んだ、米空母と比較しても、 空前の惨状であったが、それでも沈むことはなく、エセックス級空母の頑強さを証明することとなった。爆弾の爆発やロケット弾の誘爆で、第一艦板の装甲は広範囲で歪んでいたが、水密性、格納小デッキ下の重要区画については大きな被害はなく、装甲板により防護されていた。四つの機関室にも浸水や火災はなかった。 ゲーレス艦長の決定を受け取ったデビソン少将はフランクリンの消火、救助活動のために可能な限りの援助を申し出た。第58.29任務軍が急遽編成され、大型巡洋艦、アラスカ及びグアム、重巡洋艦、ピッツバーグ、軽巡洋艦、サンタフェ、それに3国畜隊がこれに続いた。フランクリンが自力航行できるようになるまで、 他の艦が栄光することになり、14時頃には、ピッツバーグの敬遠の下、ウうるしい白地に向け出発した。その後も日本軍の攻撃は続いた。3月19日14時35分頃、3月20日の14時52分頃、さらに21日の11時51分頃にも、日本機が接近したが、フランクリンの対空火器及び遊軍機により撃退した。 艦内の火災は3月22日朝にようやく完全に沈下し、フランクリンは3月24日にウルシー白地に到着、さらに14ノットの速度で真珠湾に到着し応急処置を行った。その後、自力でニューヨークのブルックリン海軍交渉へ向かい、4月28日に到着して修理が開始された。到着の際、 乗組委員の艦内での復旧作業に関する論争が生じた。ゲーレス艦長は火災を避けて海に飛び込んだ乗員たちを艦を放棄したとして避難した。ルシーハ白地への帰路において艦に泊まったとされる704名をゲーレス艦長はビッグベン704クラブのメンバーであると宣言した。しかしながら実際には艦に泊まったのは約400名であった。 ゲーレス艦長の再配ぶりについては強引で独裁的であるとして前々から非難も上がっていた。フランクリンが応急処置のため真珠湾に到着した際も現地の手順では民間人の港湾誘導員が艦に乗り込んでドックまで誘導することになっていたがゲーレス艦長は自分が艦を連れて行くと言って断った。結局速度を出しすぎたためフランクリンを ドックの壁に衝突させてしまった。損傷状況のレポート修理中のフランクリン。左前方の構造物が、もともと飛行甲板のあった高さフランクリンは、飛行甲板など上部構造物の大半を撤去、再構築する大規模な修理が必要となり、修理中に終戦を迎えた。海軍記念日には一般公開されている。なお、 修理中の1945年6月21日には、ボイラー室で火災事故、1946年5月14日には炭酸ガス漏出事故が発生している。1946年4月、修理が完了に近づき、第4艦隊に配属が決まり成長公開が待たれていたところに、フランクリンを予備艦隊である第16艦隊に移す胸の通知が来た。 対戦集結に伴う海軍縮小のためであり、他の同系艦の多くも同じように予備役に編入されていった。修理は1946年6月14日に完了したが、そのまま予備役となり、1947年2月17日より、ニュージャージー州ベイヨンでモズボール処理の上保管された。フランクリンはその後、 現役復帰や改装が一切なされなかった。これは同警官のバンカーヒルも同様である。両艦とも対戦中に大破して復帰が間に合わなかったという共通点はあるが、損傷は守備よく修復され良好な状態にあり、各攻撃任務を視野に入れた徹底的な大改装の候補として温存されていた。しかしながら改装の実施は見送られ、結局は、 立ち消えとなってしまった。この計画がしばらく残っていたため、SCB-27 等の改装対象から外され、現役に復帰することもなかった。もっとも SCB-27 改装のための調査は行われており、1950年8月には予備役の中でも状態がとりわけ良い館であり、改装費用は他の間に比べ少なく済むと評価されている。 フランクリンは1952年10月1日に攻撃航空母艦、1953年8月8日に対潜水艦船支援空母、1959年5月15日に航空機輸送艦へと艦種変更されたが、いずれも形式的なもので、結局は保管状態のままであった。1959年1月には同系艦バリー法が、 飛行甲板を損傷し、早急に修復するため、飛行甲板左前方3090フィートの部分を保管中のフランクリンから移植することになった。バリー法人に提供した甲板部分にはフランクリンを記念して銅製の飾りが取り付けられた。フランクリンは1964年10月1日に退役、除籍となった。海軍は当初バージニア州ポーツマスの ペックテック株式会社に売却したものの、艦の主機4機を再使用したいという、船舶事務局からの要求で、一旦再所有することとなった。その後、1966年7月27日に、バージニア州、チェサピークのポーツマスサルベージ社に廃棄のため売却された。フランクリンは1966年8月1日の夜、海軍の護衛を伴い、 レッドスター経営株式会社によって出向した。フランクリンは第二次世界大戦の先行で四つの従軍聖賞を受賞した。フランクリンの歓迎は原子力潜水艦ベンジャミン・フランクリンに受け継がれた。また、1945年3月19日の救助活動で活躍した小原ラ反対佐及びゲイリー大尉、そこで戦死したアーノルド・イズベル大尉にちなみ、 ガーシア級フリーゲート、オハラハン、オリバー・アハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲート、ゲーリー及びニアリング級駆逐艦、アーノルド・イスベルがそれぞれ命名された。ありがとうございます。